listening to Shibuya Cross FM。 オオカミ少年の君こそスターだ。よっ、どうも、オオカミ少年片岡です。そしてオオカミ少年の浜口と言います。そして、科学と森田くんですよろしくお願いします。というわけでございまして、はい、本日のゲストはサファリワークスと牛部、お願いします。お願いします。今日は何、芸人さんなの？そう、芸人さんなんです。君こそスターだですから、うん、僕はもうスターになる2組です。ありがとうございます。特にこの番組はジャンル問わず、そうだよ、アイドル限定ってわけじゃないんだ。全然浜さんテンション下がってないですか？僕らテンション下がってないですか？ちょっと待って、超つまんねえ。やばい、ちょっとだからわちゃわちゃしたいっすやん。声優もいるし、バンドマンも過去に出てきたし、はい、そうなんですね。いろんなジャル、ほんで、なるほど、2組は前回も僕が休んだりとか出てくれてんだよね、はい、そうですね、はい。あ、そうなんですか？そうですね、サファリワーク3回目ですね。3回目ですよ。今日3回目ですね。激ハマりじゃん。ありがとうございます。ありがたい。牛部も何回も出てる。僕たち2回目よ。そう、一度出させていただいて。激ハマりだよ。1でそう。ハマった中に出てます。激ハマりなんですか、1は。そうなんです。というわけでございます。ハマってる。ありがとうございます。というわけでございまして、この番組はですね、魅力度指数というのを測ります。番組が終わる16時45分時点での外にいるお客様の数と、番組に来たメールの数で、総合ポイントが決まるということでございます。なるほどね。で、はい、メールアドレスはこちらまで、渋谷クロス FM なんとかで、info@shibuyacrossfm.jp、info@shibuyacrossfm.jp でございます。はい、はい、この番組は夢を追っかける人は全力で応援します。はい、大塚ドリームシアターの提供でお送りしております。大塚ドリームシアター、これは毎回やる。あ、そうそうですか。提供のお決まりでございます。ロゴが出てきた。溶けてるっていう。ね、というわけでございます。じゃあちょっと自己紹介からもう一度。自己紹介する？行く？もう。行こう。聞いてくださいよ、僕ら。さあ、どうでもいい話して。どんだけ、何か。いや、携帯がさ、壊れてさ。え？画面がさ、真っ暗なまんまなの。ええ。しなくなっちゃった。で、どうしようと思ってたよ。パソコンでさ、LINE やってるのよ。はい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 、なんとかなるし、で、俺もう一台携帯持ってる、通話専用の。それあるなぁと思って。で、家では Wi-Fi もあるし、なるほど、通信贅沢になってんなと思って。どういうことですか、通信贅沢って？だって昔はさ、電話とさ、メールぐらいできればよかったでしょ。そうですね、まあそれがさ、あれや、 LINE とかさ、画像編成も終わるじゃん。常に進化していくでしょ。戦争経験者じゃん。人間ってさ、一度そういう贅沢を覚えたらさ、まあ確かに戻れないんだなって思った。いいよ、戻んなくて、進化して。そうですね、前に進むだけです。もうだって AI タクシーとか出てきてんだし、いろいろ変わってる。今夜なんかもう1日で1件潰れてってんだよ。もう携帯で読めるからですか。電子書籍とか出てきてるから。アナログなのはもう浜口さんだ。仕事の。いや、俺もアナログだと思ってたら、そういうさ、いろいろ Wi-Fi もいろいろやってるからさ。確かに、なんか俺に申し訳ないなって思った話。自分でちょっとアナログでやれよ。確かに、ブレてしまった。もう一個の携帯はさ、仕事用でやってるやつでさ、1000円だよ、毎月。お安い。通話と、C メール、C メール。ああ、まあまあ、その分かります。電話番号でいけるやつですよね。それでいいのにね、本当はね。だけどね、これからの時代ってね、頭いい、なんか俺、なんか24、5歳でね、なんかその、孫さんの勉強塾みたいなって、それを主席でトップした人がいて、なんかちょっとそういう、人連れて話すことがあってさ、やっぱこれからの時代って、もう家で全部、スカイプだどうのとか取引する時代になって、人が出なくなるんですよね。なんか外に出るのが環境汚染とかにつながっていくみたいので、それぞれがエコのために家にいる時代になるらしい、ね。寂しい。だから究極あれですよ、京志郎2030っていう漫画知ってる？初めて聞きました。ターちゃん描いた人が描いた漫画だって。未来人はもう生まれた時からサイヤ人のさ、回復するカプセルに入れられて、こういう酸素カプセルをして、その中ダーって並んでる。
で、人生を歩まされる、その脳内なるほど刺激でね、で、恋愛した刺激とか、はい、でも人類はずっとあのブク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 の中で、って笑いながら過ごすんじゃないかな、いや、怖すぎるでしょ、その未来、ね、だからあるかも、だからもう何にもやることがない、VR とかそういう感じになっていくと思うんで、2050年ぐらいになるとそうなんじゃないかみたいな、早っ、全然生きてますよね、怖いですね、そんなんの、そうらしいよ、そういう時代、魅力の指数とか測れない、もうそうです、こういうおしゃべりがもうなくなってくる、そうですね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 、というわけでございます、じゃあ自己紹介お願いします、じゃあ僕から改めまして、芸歴3年目のサファリワークスの山田と申します、山田お願いいたします、ちょっと待って、はい、浜口さん全員名前知らないでしょ、あ、この2人は分かるよ、あ、ありがとうございます、サファリワークス、そうですね、一回お願いします、リクと出島でしょ、出島だよ、いや、これいいっすか、電波乗せちゃって大パクリですけど、そうですよね、一回ロケする、この2人とはあの V 撮りをやったんで、おしゃれスノッコーナーの、もう一日カリウドの歌に合わせて、プロモーション撮るっていう、一日めちゃめちゃ楽しかったですね、あれはお風呂とに海行ってお風呂連れてもらったみたいな感じで、木島ね、木島です、はい、サファリワークス木島、お願いします、じゃあコンビ名わかる、サファリワークスでしょ、ありがとうございます、じゃあ浜口さん後ろのコンビ名お願いします、お願いします、牛笛でしょ、牛笛の誰と誰とかわかんない、何もだって僕らが経験してやってるおしゃべりレストラン、おしゃれす出てる、出てる、それは出ますよ、出ますよ、泣きそうなの、毎回前出た、つい一昨日も、一昨日も出てたよ、休みが会見してます、毎回ちょっと隣はあれでしょ、あのいつここの吉違う、いつもここからの吉さんじゃないよ、正しい時に言ってる、絵描いてる人の方じゃないよ、違う違う違う、牛笛ってコンビで、牛笛なんでしたっけ、牛笛の森と申します、僕はあの豊田です、森と豊田、お前も覚えました、次のおしゃれっすね、森と豊田、いやいや、もう放送中で忘れてる、怖っ、確かに、そんなに薄いですかね、僕たち、なるほどね、そんな2組でございます、はい、お願いします、まあ今日はちょっといろいろとこの2組と遊んでいこう、掘り下げて、はい、そう、まあ浜口さんも知らないだろうし、番組を聞いていただいたり見ていただいてる方も知らないと思うんで、まあ彼ら2組の要素を掘り出していこうみたいな、掘った方がいいの、掘ってください、掘ってください、出てくる、出てくる、金銀財宝出てくる、出ます、出ます、出る、出ます、もう、まあなんか山田はなんか国分寺の奥の方住んでる、やめてくださいよ、それは、ね、なんか国分寺でネットワーク作って、はい、なんか国分寺から出たくないっすよ、ほんとにね、すぐさま出ないとやばいと思ってます、なんか飯とか食ってても、うん、いちいち突っ込む、それなんとかや、え、お前後輩のくせに上から目線どの目線やねんみたいな、関西州が強い、よく言いますね、関西だっけ、僕も大阪なんで、うん、もうめっちゃ関西なんですけど、誰にも受け入れられないですね、やっぱこの関西弁とかもうきついきついって言われて、あんまりイメージない、なんか関西のもうデブじゃん、デブだけどまだ受け入れられてないデブだから、お前デブだな、いやいやマジでデブだなって2回言われると、うん、めっちゃへこむらしい、マジの2文字でやっぱり響きますよ、ね、誰がデブなんすかでいけるんですけど、2回目からはずしっときますよ、やっぱぽっちゃりで入ってると思ってたんで、ぽっちゃりと思ってたんですけど、で、木島は、うん、あの深夜、うん、肉の花マサだ、ああ、そういうこと、ただただいい子みたいになりますよ、うん、頑張ってます、そう、そういう、まあ、世界観を持った、まあ、世界観に見られますね、で、二人は森の方はもともと留学とかしてたんだよな、そうですね、留学、アメリカの方に10ヶ月ほど、森、日本人、日本人、直して、まあ、日系人、日系っぽいですけど、日系っぽい、でなんかフリスビーみたいなやつだよな、そうですね、アルティメットフリスビーって、うん、そのそれアメリカンフットボールをなんかフリスビーでやるみたいなスポーツがあるんですけど、うん、それがめちゃめちゃ面白いんですよ、そう、上手なの、上手です、フリスビーだからその、うん、サッカーコートの端から端まで投げられるんです、え、すごっ、どういう投げんの、もうみんなが投げてるやつを激しくやったバージョンでもバーンってやるとギューンって飛んでくるんですよ、これだけです、普通のフリスビー専用のやつ、専用のやつですね、ちょっと重くて大きいやつがあるんですけど、でも重いねんな、ちょっと重いですね、重い方が、でももうほぼほぼフリスビー、メートルで言えば何メートルぐらいと思う、
もうだから80とか、めちゃくちゃ飛ぶね。めちゃめちゃ飛びます。このスナップだけです。スナップだけです。そうそう、そういう、そうです、そうです、運動神経がすごいんで、らしい。はい、バク転、バク転、バク中とかなんかやってたよね。やってました。はい、体操もやってたんで。あー、機械体操。はい、すごい運動神経やってそう。やってそうです。確かに。本当ですか。あんまりなんか野球部っぽいってめちゃめちゃ見た目から言われるんですけど、なんか体操やって、で、脱臼とか結構した？脱臼、骨折はしました。骨折して、左腕の形がめちゃめちゃ気持ち悪くなる。あ、なんか言ってたな。そうです、そうです。めちゃめちゃ気持ち悪くなるっていうのはある。そうそう、そんな森。それ隣が、はい、うん、ルービックキューブを揃えるのがめっちゃ早いトヨタ。そうなの。僕、それだけはいけるんですよね。それだけはルービックキューブだけは全面。そうですね、結構40、50秒ぐらいになら、あの、世界一の人何秒なの？それ言っちゃうと霞むんですけど、あの、5秒ですね。5秒。それ、でもこれだけ手品レベルの5秒。トヨタは、うん、もうルービックキューブになんか、うん、なんかオリジナルの油みたいなのさして、なんか柔らかくしてんだよ。あ、そう、早く動かないの。はい、カスタマイズじゃないですけど、だ、普段なんかあると暇さだったらルービックキューブずーっと触ってんだよ。本気やマジで。それが面白いです。年々さ、はい、タイム上がってきてるの？あ、そうですね、そのやるごとには上がってはきてるんですけど、今ちょっとサボっちゃってるんですけど、もうね、ゆくゆく世界大会とか出てね。あ、そうですね。全然だけど、もうなかなか50秒ぐらいから縮められないよな。そっからまたありますね、その伸びしろがちょっと。今日持ってないの？今日は持ってますね。持っとんのか。持ってる。持ってる。持ち歩いてはいるんですけど。あとに、ね、じゃあ曲の時に持ってきてもらう。いや、今も今もう気になってしゃあないですね。曲の時にいいじゃない。子供みたいな。痛いっすよ。痛いっすよ。いやいや、曲は流れてますよ。曲作ってんの、みんな。僕らはバンドマンじゃないんですよ。違う方の。違いますね。なんで人の曲だよ。浜口さん、普段アイドルの時、やっぱ初対面、人見知りだし喋んないの。今日めちゃくちゃ。めんどくせえもん。ちょっと今日ね、楽しい。ありがとうございます。嬉しい。もともとこういうスタイルを FM 群馬さんとか群馬でやらせてもらってたから。あ、そっちベースの人やもん。アイドルやと楽しいだろ。で、そんな中、今日まず最初のコーナーは、聞いてほしい話。よっしゃー。何すんの？なんか、みんながちょっと聞いてほしい話があって、それは科学森田君がアトランダムで弾いて、ちょっとおしゃべり聞こうじゃないかというコーナー。はい、そういうことでございます。みんなが聞いてほしい話がある。そうですね、僕らにテーマが入ってます。はい、直接言ってくれればいいのね。いやいや、電波に乗せたいですからね。はい、じゃあいいですか、早速。はい、お願いします。さあ、誰のテーマが弾かれるのか。ネギタリーだじゃないですか。怖いな。ということで、あ、出ました、じゃん。バイト先のバングラディッシュ人。え、なにこれ、面白そう。完全に僕ですね。おう、そうや、完全に。はい、完全に。お前、普段出てるアイドルの方より声ちっちゃいな。あれ、いつもマイク近めって怒られてる。ずっと喉閉じてるんで。ある必要ないよ、あるあるネタやってるんだから。ある必要ないから。いや、待て違うっすよ。お子さんじゃないから。違うっすよ。まあまあ、言ってますよ。これでいいの人じゃないっす。はい、そうです、あのバイト先のバングラディッシュ人、はいはい、ま、あの今じゃないんですけど、ちょっと前、居酒屋で僕バイトしてまして、はいはい、でその時のなんかポジションが僕、あのドリンク作る係だったんですよ。はいはい、ドリンカーみたいな。あ、そうです、ドリンカーでビールとかお酒類、はい、まあ、ソフトドリンクとかも作る係だったんですけど、ただその最近っていうか、その時にそのバングラディッシュ人 の、 そのミノハスっていう大学生、ウディン MD ミノハスっていうんですけど、がちょっとあの入ってきまして、めっちゃ本名。そうなんですよ。ミノハスがそのやっぱちょっと片言なんで、ホールには出せないってことで、ちょっと僕がその今までドリンクやってたけど、ホール出して、そのミノハスがちょっとあのドリンクをやろうとなりまして、接客に回ったと。そうですね。それでそのミノハスがまだ最初できないんで、それを僕がマンツーマンでちょっと教えるみたいな係でやってたんですよ。うんうん、でミノハスはあのやっぱ片言なんですけど、うん、やっぱその留学する勉強の熱がすごいんで、結構真面目で、うん、もう時間あることに、あ、これちょっとなんどうやってやるんですかとか、そう自分からも質問してきてメモ取るし、結構その動きとかもテキパキ動いてくる、うん、早いんですよ。うん、わ、これすごいいい子だなって言って、うん、でその教えてて、でその1週間ぐらいマンツーマンで教えて、うん、その1週間経った
時ぐらいにちょっとあのその日は人が足りないからもうちょっとミノハス今日独り立ちしようっていうことで僕がちょっとホール出ることになったんですよ。でその1週間しかそのマンツーマンで教えてなかったんでその店長とかもちょっと大丈夫かもうちょうどその日が大宴会大量の宴会が入ってたんでちょっとこれ大丈夫かってなってたんですけど僕自身はちょっと多分いけるって思ったんですよ。そのミノハス真面目だし全然そのテキパキ動くんでいやミノハスならいけますって言ってでいざ始まったんですけどミノハスあの全然動けないんですよその日えってあんなに早かったんで全然動けないやばいやばいやばいもう全然回らなくなってきてちょっとミノハス今日どうしたんって言ったらあのラマダンって言っててえってなんかあのミノハスバングラディッシュであのイスラム人なんでイスラム教でそのラマダンってあの断食なんですよ。だから今日から今日朝から何も食べてないみたいって全然ヘロヘロで初日よりも動けない で結局回らずにそのえ何ってなってちょっと全然食べてないんでって言っていやその初日の独立の日の大量の宴会にそのラマダンすなよっていういやラマダンいやしょうがないですよね結局めちゃくちゃ初日ラマダンの初日をちょうど大宴会の一人立ちにぶつけてきたんですよ。なるほどぶつけたわけない決まってたからしょうがないですよねしょうがないそれ国レベルの話でそうそう、まあ、大事なやつなんかしょうがないですけど宗教でただその日没だったら結局日没過ぎたら食べれるってことなんでもう宴会の途中どうせ使い物にならないんでもう早く先食べてこいってまかないってでちょっとしても宴会落ち着いたぐらいでご飯満腹になって帰ってきてお疲れ様ですみたいなめちゃめちゃ元気なあのミノハス帰ってきたんですよ。もう今じゃねえと思ってずれてくれとめちゃくちゃ暇な時に帰ってきました。なるほどいいじゃないですかっていう話です。すいませんお願いします。そいつをどうしていこうかっていう話、はい、ラマダンラマダンの話終わりました。相談じゃないの相談じゃない相談じゃないですどうしようもないだっていう、そうです吐き出しで終わりです。体験談を話してくれたんです。そうなの、ね、これを悩みの悩みとか悩み相談ではない悩みじゃないよ。今後のラマダンについて今の悩み今悩みですか、うん、そうですね。あでもトヨタ悩みじゃないですけど、うん、結構真面目な性格でして、うん、で僕らおしゃべりレッスンってお笑い月一でやってるじゃないですか、はいはいはい、でその、まあ、宣伝というかチケット売りで池袋、うんうん、でいつも池袋歩いてるお客さんに宣伝活動してるんですよ。あそうこれ僕聞いた話なんですけど、うん、そしたらなんかトヨタがやっぱりこういうキャラなんで、うん、全然チケットが売れないと、うん、お客さんに声かけて無視ばっかされると、うん、っていうので、うん、トヨタ悩んじゃってなんか、うん僕なんて、みたいな、うん、なんか売れないんでみたいなちょっとモード入ったらしくて、うん、で、その、ふてくされてるんですよ、うん、もう先輩とかめっちゃサファリとか、あの、真心総本店っていう牛部屋で先輩の芸人がいる中で一人ふてくされてて、うん、その先輩であるマルチ、うん、真心総本店のマルチとかが、うん、いや、そんなことないって、トヨタもな、うん、そういうとこいいから全然気にしなくていいからみたいな、うん、え、気にしなくていいんですか、いやいや、いいんですかそれ、それいるんすか、そのフォローそんな、いや、そういうんじゃないけど超面白くいや、ちょっと、まあ、ニュアンスとしてはニュアンスとしてはそうですけどじゃあ、ニュアンスはそうなんですけどまあ、そうですね、じゃあ、あれすぐミドアスと一緒じゃねえか、お前いや、だからそうねそうルイはとも呼ぶんですね、ちょっといや、あれはでもすぐ謝りました。ああ、ちょっと間違えたなと思ってましたなあじゃあ、あれはちょっとあれでしたね。どうやって売れるようになるかってことチケットそうです、それをお願いします。解決したい、そういうことじゃない、何か何か考えようぜじゃない、みんなで考えよう、いや考えようそういうコーナーじゃねえんだよどうなるほどね、なるほどね、はい、じゃあ一旦ここで曲いきたいと思います。はい、はい、リンで力に。
わけでございまして、はい、引き続き今週のゲストはあのセンスの塊サワリマックスと牛部でございます。よいしょセンス、片岡さん、珍しくゼロですよ。いやいや、ゼロじゃない。いるよな。気にしながら歩いてます。みんなこっちばっこ見てるよな。そうです、気にしながら。あれ、人待ちとかですね。違う。ずっと聞いてるよな。センスあるトーク聞いてくれてる。最終的に来る。いや、来られてますよ。ずっと気になってますよ、こっちもね。というわけでございまして、これからは、聞きたい話よいしょ。なるほど、聞きたい話、聞いてほしい話は彼らのエピソードトークを聞く予定だったんですけど、お時間の関係で1個だけどうしてもどうしましたね、だいぶね、生田のみまたトヨタでいいんですか。どんだけトヨタ一人でアトランダムで引いてあげて。じゃあいいですか。はい、じゃあいきます。じゃあこれは何でも俺ら答えようよ、もしも質問でしょ。ああ、そうです、逃げなしで答えます。逃げなしということで、さあ今度はコンビ仲について。ああ、はい、これです。もう待ってたな。どうだ。はい。ええ。おいおい。です。おい、すごいな。当たったんだからしょうがない。え、ほんいいんですか僕で。いいよいいよ。そうさ、あの狼少年さんに聞きたい話ってことで、そのコンビ仲というか、というのも、僕らはその2年目で、もう会って結成したのも本当に2年経たないぐらいなんで、でもそれでも最近結構やっぱ一緒にいるなっていう思いとか、ちょっと言い過ぎ、なんかちょっとやだなってたまにこうなる時があるんですよ、言い過ぎると。でも狼少年さんってもう芸歴だけでも14、15年で、しかもその幼なじみからずっと一緒でやられてるじゃないですか。そのたまにその大きな、はい、仲悪いの二人。いや、仲悪い、はい、今はいいです。今はいいどうなのかもそうなんですよ。そうですね、でも基本はいいですね。なるほど、その質問ね。たまにちょっとギシギシする時あるんですけど、だから今まで結構大きい喧嘩とか、その、もうそれこそ解散の危機みたいなのたまにあったのかなって聞きたい。おー、聞きたいっすね。解散はあったよ。解散しました。うん、こいつの時点で、その吉本入る前の時に、はい、ほら、いろいろフリーどうのでやってて、はい、ある時、とある事務所の忘れない、ネタ見せのクリスマスの時ですよ、はい、あの五穀寺のジョナサンで、はい、あのネタ合わせしてたら、もうほんまこネタができないなみたいな、はい、もうやばい、明日ネタ見せでみたいな、はい、なんか2日間ぐらい、黙ってて、どうすんのみたいな話になったら、まあちょっと申し訳ないんだけどと、うん、今までも2回こういう気持ちになったことがあるんだけど、うん、今回は乗り越えれなさそうだから、うん、結論から言うと、うん、解散したいっつって、明日ネタ見せじゃんみたいな。まあちょっと申し訳ないみたいな。じゃあどうする、なんかお世話になってる先輩に連絡する、まあそんなんいいんじゃないみたいな、明日ネタ見せも行かなくていいんじゃないみたいな、これちょっと2人で飲み行こうみたいなので飲み行って、はい、でもずっとあのピッコロの戦闘力がいくつとか、そんな幼馴染ならではのなんか久々にコンビから友達に戻った瞬間だったの。で、その時俺とハマ一緒に住んだの。はい、なんか俺もその後なんか分かった、じゃあってハマもなんかいっぱいなんかあれな、もうなんか俺のせいでみたいな、まあそんな感じでみたいな、ヒューって書いてて、もう俺はなんか同じ家からの気まずいなと思って、あのなんか女の子ん家行くっつって俺池袋をブラブラ歩いたんですよ。その時人生で初めて膝から崩れ落ちてたの俺は。涙が止まらなくて。池袋ですか。おお、お笑い終わりかで、なんか俺逆に誘われた子だったから小学校からやりたくて、ハマがやろうぜって言ってくれて、あの一人の男を幸せにできなかったなと思って、で残念だなと思って、各所に伝えて、そうしたら、まあ、ハマもちょっとバイトも一緒だったから気が楽になって、一緒にゲームとか遊ぶようになって、銭湯行こうぜ。そしたらお世話になった先輩が、いやもうちょっと最後にちょっと3人で話させてくれと、お前らがお笑い界にないのはダメだ、だから続けてほしいみたいなので、で俺がじゃあハマ、なんだったら最後にメジャーリーグの吉本行ってみないかっつって、うん、もう
いいけど。ちょっと。物まねが入ってる。本当に相撲取りみたいな。本当にいいけど。金がねえんだよなって当時200万300万ぐらい借金してる、じゃあ分かった金は俺が用意するって1ヶ月しかなくて1ヶ月で俺80万用意したの、すごい。未だに俺の財布にはその当時 NSC に40万80万振り込んだ紙がお守りとして入ってる、うわ、もうボロボロだけどね。だから辛い時はそれを見て頑張んなきゃなみたいな。で NSC 入ってまあ、応援団のネタができて、はい、たった半年で M1 準決いけて、なんかそういう事前番組みたいので、しんすけさんがおもろいやつおったな、2組おった、狼少年と U 字工事やっていうので電話が鳴りやまなくて、なんか今につながるみたいなことはありました。すごいな。だから当時考え方がすごい、今考えたらすごい真面目だったのね、はい、もうネタが全てだ、うん、ネタを何としても作んなくちゃいけない、うん、で、ネタができないってことはもういくら考えても出てこなくて、これ解散なのかなと思って。あもうちょっと今だったらフラットになんかね、対処はできると思うんだけど、うん、思い詰めちゃうからね、若いうちってね。まあ確かに、うん、その抑揚ですよ。はい、そうそう、それでそっから吉村入っていろいろあったけど、うん、まあなんかそのトークライブをやりだしたね、俺ら。はい、なんかそこで、あ、なんかこういうとこ腹立つな、こうすればいいのになっていう、逆にだらしない部分が、うん、こっちからするとネタになるし、浜からしても、うん、まあ、片岡のこういう部分をネタにしようっていう部分で、なんかダメなとこ見ると、あ、これ儲けもんじゃんみたいな、そう、笑いに変えれる、そうそうそう、そこから、うん、なんか別にコンビなんか普通な感じ。けど一回だけ浜が俺に切れたの覚えてるの、うんうん、なんかね、黄金伝説の前説をしてて、毎回岩本さんっていう、はい、なんかそういうプロデューサーの人が、はい、俺は可愛がってくれてたの、はい、片岡いろいろ社交的だけど、浜口お前もうちょっと喋ろうよとか、はい、絵ばっか描いてねえでよみたいな、はい、で、いやそうなんですよ岩本さん、ちょっと言ってやってくださいよみたいな、はい、うみたいな、僕は先輩好きやもん、全然で、まあ、ネタ作ってるのは浜なんですけど、もっといろいろあったらうまくいくと思うんですけどね、本当に真島さんみたいな、タバコばっかすってる、これ出て、じゃあお疲れしたってこいつ行こうとしたら、浜口がね、おいみたいな、おめえなんだよあれみたいな、俺がアホみたいな扱いすんじゃねえって、いやお前アホじゃねえか、お前バカにしてたのっつって、俺胸を3発殴られたの、えぇーみたいな、いやなんかしょうがねえだろ、こんなバカにしなくちゃ、あーっつって帰ろうっつってタバコ吸いながらぶち切れて、すごい喧嘩、多分だからフラストレーションがあったんだろうなって言われて、でもそれで後日会った時はもう治ってられる、もう今、はい、初めてそのパンドラの箱を開けましたよ。あ、もう言ったらあかんの、もうなんか言っちゃいかん感じだけど、もう別にそこも触れず、まあ大変だったんだろうな、別に普通です。怒ってたよな。怒ってましたし、わーいっつって六本木のど真ん中で、六本木のど真ん中でさ、例えば、おい、片岡あれやねえぞとか、あ、そうですね、はい、もうほんと北の国からの田中クリエイじゃねえか、お前なんだあれみたいな、いやだからちげえだろって口で言うと言い任せ、うわっつって手散歩つく、手が先に、うわっって言ってる、落ち着かさないとあかんってなったんですけど、それはありました、あったよな、すごい話あります。俺から浜に切るってないもん。あ、それはないです、激高するとかはないですね、うん、もうめっちゃ怒っちゃう、マジ、あゼロから100の気持ち、そうそう、俺はいや、浜こうでこうしてこう、こうしてこうだけど、もう、うん、その時は多分、はい、あったんだろうな、降ってこいじゃった、確かにそれはたまりますもんね、本当に、そうそうそう、だからそれ以来はもう別にトークライブでネタにし合ってるのないかな、あまあまあそうですね、うん、めっちゃ確かに幼馴染っていいっすね、でもやっぱり憧れますよね、結果仲いいじゃないですか最終、あ僕らって友達期間がないんで、うん、どうしても芸人、まあでもそうそう、確かに芸人はみんなサマーズさんとか、
そういう、そうですね、ダウンタウンさんとかなんか仲いい、やっぱそれでも唯一無二なんで、その捉え方、なんかやっぱ俺も別に無限大で花ある方じゃないから、ほぼそうっつって俺基本褒めば、いいマスクしてるよなみたいな、あちょっとあれじゃない、クセッキよりかはストッパー当てた方がいいんじゃないかな、他の子みたいに扱いしてるんですね、ストッパーかけてんだけど、めっちゃひげ濃いみたいな、だからなんか一緒にも苦労してきたから、もう捉え方を変えてそれをネタにしていくしかないなとか、あの手この手で考えたから、もう解散する時はお笑いやめる時だなっていう覚悟でやってるかな、まあ一回ほら解散してるから、うん、いい話。みんな今いくつぐらいなんだっけ。僕ら芸歴3年、僕が20、今年23で今22ですね、年齢は。僕26です。今日は25、今年で24です。ああ、でも一番解散しやすい、解散しやすい年齢ですね。そうですね、まあ、ね、まだ普通の社会にも戻れるし、ね、どうも結構解散。そうだよね。そうですね。辞めてみたいな人多いですね。だからなんかそこじゃない無限大運とかじゃない確実なる二人の、俺はここやったら強いからなっていうのをちょっとずつ作っていけるの。なんかちょっと一瞬の気の迷いというか、なのかもしれないよな。いや、いい話聞いてる。今解散する時期ですよ。そうですよね。多いぐらい。森田も解散してる。僕も解散というか、いなくなったんだもん。消えてなくなりました。でもそういうこともあり得る。3年前の話ですけど。顔出てこなくなった。あの宇多川くんってやつ。そうそうそう。ちょっとシュッとして。あ、そうそう。お兄ちゃん。漫画描いてたんです。漫画好きだったんですよ。浜さんとか多分本当はもっと会うはずだったんですけど、消えてなくなっちゃったんで。思い詰めすぎたんですかね。もうそれだからそれこそ。よし、じゃあ次の。はい。じゃあ行きます。じゃあ次は誰でしょうということで、出ました。今までで一番辛かった仕事は。あー、これ僕ですね。牛笛、はい、牛笛。もうやっぱその半年でバーンって売れて、テレビとかも出るようになってとかあったと思うんですけど、やっぱ辛かったなみたいな、こう無茶振りされて、こんなもん一生やったるかみたいな仕事とかやっぱあったのかなっていう。まあ昔の時代、まあ、でも芸歴も長いから。そうですね、昔なんてもうはちゃめちゃできたじゃないですか。 なんか多分それで言うと、結構辛い仕事にチャンスがあるって俺思ってる。おー、で、なんかワンマンスショーっていうのがあって、一回黄金伝説って番組のスピンオフで若手が1ヶ月間でチャレンジするみたいな。例えば俺だったらキッチンハイクで1ヶ月でどこまで行けるかとか、おでんの具材1ヶ月煮込んだらどれが美味しいかとか、1ヶ月間名湯の銭湯のまあ温泉のねのやつをペットボトルで集めて入ったらいい湯になるかみたいな、YouTube でそういうことやる番組あって、それは俺ら選ばれてなかったのよ。そしたらそのさっき言ってた岩本さんが、え、おかしいじゃんみたいな、なんで狼いないのみたいので、その時の演出行ってくれて、演出者すいませんって、なんか狼さん前説とかいつもやってくれてて、なんかもうファミリーと思っちゃってて、まさにこういう時こそ出てほしいんですみたいな。ほんでココリコの遠藤さんとトイレだったら、あの後も出るのみたいな、いや出ないんですよねみたいな、いやこういうのこそ出た方がなみたいな、多分遠藤さんとか山本さんが動いてくれて掴めたのよ。だからこれだけはやらないかんと思って、ね、ルールが東京からヒッチハイクで静岡ぐらいまで行けたの。だけど一回仕事で東京戻っちゃったら東京からなのよ。一回静岡行って、これ浜もうあれだなっつって、あの休み取ろうっつって吉本に行って10日間休みもらって、これヒッチハイクでブワーって行ったのよ。鹿児島まで4日ぐらいで行けて、もうその間本当に飯ばっか食わしてもらって、太ったの逆に俺。すごい。牛の牧場で泊まったりとかで、やっぱ学ランも来てるし、変な水の宗教のとこ連れてくるやついっぱいあったの。宗教。あとあのなんかとある、まあ名前はちょっと隠してるけど、とある事務所の音楽会社の社長さんとかな。みたいな、この日本で3台しかない車でさみたいな、今度丸々の PV 見せてあげるよみたいな、うわーみたいな、すげえ有名な音楽業界で、すげえ。で鹿児島着いたの。そっから鹿児島だとお金使っちゃいけないから、フェリー乗るの3万ぐらいかかるから無理だよ。でもストーリーここまでかと思って、俺やっぱ卑怯だから、浜自腹切って乗ろうぜっつったの。
フェリー、進んだ方が浜がダメだ、乗らない、これの方がリアルだし俺なんか全部潰れるぞ、うん、じゃあどうすんだ、俺は沖縄まで行った方がいいと思うんだみたいな喧嘩になったりして、はい、結局浜が言う通りに鹿児島から乗らずに、じゃあ四国経由して帰ろうって四国行った、はい、それでもう汚い土建屋のさんみたいな汚い車来た人いて車をしてくれて、はい、でその人といろいろ喋ってたの、はい、そしたらあんさんたち何やってんのみたいな、はい、いやこういう企画で沖縄行けたら売れたと思ったんですよね、はい、え沖縄行ったら売れるの、はい、いや売れると思います、じゃあ夢叶えてあげるよって、その人が四国のもう土建屋の大会社の社長だったの、でその人が段取りしてくれて、セスナヘリコプター小型ジェット機2億円で沖縄にゴールしたので、最後空からゴールしたの、桃鉄ですやん、もうそれすごっていうのがあったよな、まあ、あの時全力でやってたし、あそこで施工してたらこんなストーリーはないし、なんかあれがあったから今があるかなみたいので、辛いことこそ金にならないことこそで、俺らはその番組で優勝したし、なんかその時高橋さん、オードリーさん、ザキヤマさんとか見てくれてて、うわワンピースみたいな仲間増えてくねみたいな、もう俺らの代表作品だよな、あれ。まあまあそうですね、おおすげえな、で、今じゃあ一番辛い仕事はって言われたら、まあシャープの営業ですかね。ちょっとちょっと、僕シャープの営業で食いつないで、そうですか、やめてください。片子さんブチ切れてる、昔っすね、はい、そうそうそう、あ、まあ、とあるあの量販店の店長とやり合ってるから、店長直で、店長さん俺結構あの電気屋に入るから、はい、あのチェックが厳しいんです、はい、あ、そうですね、その盗みとか、あ、はい、終わりとかに、まあ、常識的なことですよ、そんな感じなかったんですけど、はい、そこの警備の人が優秀だったんです、はい、優秀だからこそ、はい、あ、まあ、うん、これ書いてで、その、うん、はい、名前とか持ち込みリストとか何がカバンに入ってる、うん、それが多分大嫌いなんでしょうね、そう、そういう細かい仕事がクソ、クソ警備員に おの片岡様を何チェックしとんねんそういう人見下す習性がある、このクソ野郎に何を調べられとんねん俺はみたいな多分発想になったんでしょうね、はい、で、はい、この許可書を持ってってって言われて、俺、はい、あ、ありがとうございます、はい、取ったんですよ、はい、で、片岡さんにもはい、持ってってって、片岡がその警備員の目をうんって言って、うんって言って、子供だ、子供だ、マジで、いや、対応は悪かったね、本当に、あ、いますね、なんか本当にシャープさんは素晴らしいよ、そう、シャープさんは素晴らしい、素晴らしい、シャープさんはこのストーリーに関係ない、はい、だからそのとある量販店の警備員の人と俺とのやり取りだ、あ、それを、うん、うん、みたいになって警備員も、うん、でそれを伝えたんでしょう、ね、うん、はい、そうしたらボスザルみたいなのが来て、なんかあんたたちの芸人のルールじゃないからこっちはみたいな、もう帰ってくれってなって、ああじゃあ帰りますよっつって帰った、すごい、浜はちょうど学ラン来て、もうオールバック終わって、浜帰れって言うから帰ろうぜ、帰ろう、帰れたけしさんみたいなアウトレージ、そう、何も言われず、まあ、出てタバコ吸っても悪いなっつって、ここまで来る交通費とかうんの、まあしょうがねえんじゃねえかじゃあすげえ、で別、そこ何とも思わなかったんですよ、まあ別にしょうがない、まあまあそう、現場見てるからで、そっから東京のブラックリストに載ってるんだけど、地方には呼ばれるのよ、そのイベントのね、あ、トラブル起こしちゃったから、あ、そうだ、明日もあの福島でやらせてもらって行くんかい、福島、まあ、だからそういう経験も出てくると思うよ、あ、まあ、長い芸歴踏めばそうですよね、さあじゃあ次行きます、はい、ということで、さあ次は誰でしょう、じゃん、芸人のいい話、あ、サマリマックス山田です、やっぱり片岡さん特にそうだと思うんですけど、やっぱ都市伝説とか、うん、やっぱそういう芸人さん付き合いとかの話してるイメージめっちゃあって、やっぱテレビを見てたし、やっぱこれ生で聞きたいなっていうので、やっぱ一番これ痺れたなっていうのはやっぱ聞きたいですね、やっぱ芸人としてやっぱ憧れる、めちゃくちゃ知ってますからね、そうですよね、やっぱそれでやってたと見てたんで、なんか山里さん飲み行かしてもらって、はい、なんかイタリアの店だったの、はい、で山里さんと俺とミノルチャチャチャで行って、はい、
今日なんかおしゃれなとこですねっつって、はい、いやなんかちょっと関根麻里ちゃんに教えてもらってさ、はい、あそうなんですねっつって、もうなんかもうパンの塗り方スープのどう食べるかも分かんないようなとこだったの、ああいいですねなんつって、はい、赤ワインもこう飲むんですか、こうですねとキャキャキャ、はい、もう俺もう酔っ払ってきたから、はい、山本さんすみません、楽しい席でっつって、はい、いや僕とかチャチャチャとか今後どうやって売れてったらいいんですかね、はい、あごめんってなんかちょっと今酔っ払ってるから、酔っ払ってない時に正式に答える、今なんかなちょっとこんな感じで答えちゃうの俺偉そうだからごめんねって、はい、あすみません気使わして、はい、もうそこから30分が喋ってなんか今思って山里さんもずっとなんか LINE に触ってたの、はいはいはい、じゃあ出ましょう会計うんぬんっつったらカランコロンカランって店がいて、はい、いやいやいやお待たせしましたっつって関根さん親子が来られた、スワムさんとマリさん来られて、はい、はじめましてとかいろいろやったら、はい、関根さんがずっといや僕 SNS あったら売れてないよ、だって今で言う江頭くんみたいな感じだったから関根気持ち悪いってなったら売れてなかったなとか、その合間でずっとマリさんがお酒何にされますとか、いや最高のなんかセット、すげえ、だから君たちもいけるんだよみたいな勇気ある、はい、自分はこんな苦労したっていうので自分のお点とか喋ってくれて、だから2人も全然チャンスあるじゃんみたいな、うわでお会計ってなったら責任さん払ってくれて、俺らが一応まあなんか親に報告しますって、はい、どうぞどうぞ売れたら使ってくださいねみたいなのがあって、はい、最後お見送りしたら2人でなんか親子で仲良く帰っていって、かっこいいなと思って、そうしたら山里さんがなんかお笑いでどうやったら売れるか分かんないけど関根さんみたいに芸人続けたいなって言って闇に消えていく、かっこいい、しびれるわみたいな山里さんやっぱ粋な方なんで、それはすごいなんか頑張ろうとか安易になんかご相談じゃなくていろいろ自分で頑張っていかなきゃなっていう思いましたね。うわめー、全員かっこいいっすね、登場人物全員ね、ずっと呼んでくださってたんですね、あもう多分なんかよかったらとか僕の口から言うよりかは関根さんの口からとか多分そういうキャスティングをしていただけたんじゃないかなっていう、すごーというわけでございまして、はいはい、まだまだあ浜口さんなんかありますか、次の質問いきます、いきますか、次でいい、はい、いきましょう、じゃあ最後でございます、こちらです、ドン、おすすめの遊び教えていただきたい、これは浜口さんあんじゃない、すす浜口さんだって結構地図パーってやってこの駅行こうとかそういうノリの遊びしてるらしい、楽しい、どうジャンルは、いやもうジャンル問わずなんですけど、もう最近同期と遊んでてもなんか銭湯とかそういうの行くぐらいの発想しかなくて、なんか新しい視点の遊びとか教えていただけたらなと思いまして、あラウンドワンとか楽しいですけどね、めっちゃ楽しいですけどね、間違いはないですよ、いますよ、スポッチャ最高です、あーなるほどね、昔した遊び、昔そうですね、した遊びみたいな、なんだ若手の、若手の頃、あ、まあ、あよく、はい、なんだろうな、お金ないからさ、はい、狼少年ともう一人、はい、片岡の同級生だった、 A ちゃんって子がいて、はいはい、なんかしようぜ、週1回は何か、週に1回は何かしよう、いややってたな、まあ例えば行ったことのない喫茶店に行ったりとか、あでちょうどあの副都心線が開通した時で、あいやそうなん、一番に乗ろうっつって、4時前にみんなで起きて乗ったりとか、電車オタクがいるから俺らでも21番とかなんだよな、あそんな早くでやってたのが池袋のロッテリアに入って、はい、横断歩道があるんですよ、はい、でその中の1位を当てるっていう、横断歩道が、どれですか、あの緑のやつね、緑のやつ、俺黄色、俺黄色、あ俺あのバックのやつ、ケケケケケケケみたいな、そしたら後半悪が点滅したらジジイがタタタタタみたいな、サシマみたいな感じ、そういう人間観察とか、お金ない時とかは、そうですよね、お金ないから、そういう人見て遊んで、そう、じゃんけんで負けたら携帯置いていくとか、置いてって誰が拾ってくれるかとか、わあ、10分置いていくとかね、怖い怖い怖い、おーっとセーフセーフ
こととか、あとなんかな、地方の地方というか消防のとこ行くと、はい、なんか暴風の練習とかやるとこあるのよ。えそういう区というか市でなんか体験できる、うわーって雨とか風吹いてるの、はい、傘でこうやってやると飛ばされる。おなんかね、意外とそういう地下のトンネル見れたりとか、無料で行ける場所っていっぱいあんのよ。やっぱ知らないですね。なんかそうするとエピソードも増えるし、経験値も増えるし、いいかもしれないですけどね。面白そう。だからね、週に、月何回か変わったことやってみようっていう日を設けてもいいんね。そうですね。別にお金かけなくていい。そうですね。ただでそんなことできるのいいですよね。あとは浜口さんよく後輩集めてそうめんパーティーやってましたよ。そうめん鍋とかだと分かるけど、そうめんで後輩にお前明日何やるんだ、いいじゃない、怖い怖い怖いっつって言ったらそうめんパーティーだった。そうめんバリエーションの怖い方がね。というわけでございまして、なんかもうお時間ですか、告知とかあれば。はい、告知はまあ、SNS 見てくれとかですか。そうですね、次回でパオシャルベリーレッサンじゃないですか、やっぱ。そうだね、今年ラストだね。はい、11月27日ですね。はい、12月ないですもんね。そうそうそう、ないね。あれ、みんななんか出るね、4人で出るとかじゃなくて告知ですか。うん、それで来たね、なんか出る。あー、もうシンプルに呼んでいただいたんですよ。スターということで呼ばれた。シンプルに来たの。はい、シンプルに来たの。スターだな。そうです、そうです、そうです。シンプルに来たの。なんかお芝居とかそんなの出るの。お芝居出るんだよな。あれは12月、そうですね。大塚ドリームショー出るんだな。はい、そうですね、いただきます。ということみたいです。シンプルゲストで、まあ魅力の指数は今回はもう綺麗にいなくなったんで、ミステリアスっていうか、そうですね、1位ですか。見えないってだね。一応いますよ。いや、まあまあ、というわけでございまして、どうでした今回出てみて。いや、やっぱちょっと正直初めてこんな生き生きした浜口さんを見た。長い付き合いだけど。そうだよな。確かに、確かに。街中で傘壊してくれた。ああ、言ってた、言ってた、森が言ってたんだよ。そうそう、壊してました。逆に曲がったの戻してた。怖い。もう行こう、見ちゃいけない。遠目から見たら怖いですもんね。じゃあまた機会あったらお願いしますということで、本日のゲストはサファリマックスとウシメでした。はい、ありがとう、また来週、バイバイ。バイバイ。